ファイルナンバー23バリーボックバリーボックはアイルランドやウェールズ、コーンウォール、イギリス北部、マンなどの伝承に登場する妖精の一種である。ムマチやデイタンシッチに住む妖精で、それらの地域の番人である、とも言われている。バリーボックは国や地域によって、様々な呼び名で呼ばれることもあり、例えば、 コーンウォールやウェールズなどでは、ピートフェアリーなどと呼ばれ、これは直訳すると、デイタンの妖精という意味になる。他にも、マッドボックや、ボーグルなどと呼ばれることもある。ちなみに、バリーボックのバリーは直訳すると、いまいましいとなり、ボックは沼地となるので、直訳すると、いまいましい沼地となる。名前が意味する通り、あまり感じの良い妖精ではない。性格の良ししは、 国や地域によって様々であるが、基本的にいたずら好きで、特にアイルランドのバリーボックは退屈をすると、時に旅人を道に迷わせたりして楽しむこともあるそうだ。とは言うものの、バリーボックの基本的な仕事は、自分たちの住む場所を守ることなので、そこまで悪質ないたずらや、怪我をさせるようないたずらはしないと言われている。また、時に人間の手助けをすることもあるそうだ。見た目、特徴。 バリーボックの見た目や特徴の詳細は国や地域によって多かれ少なかれ異なるが一般的にバリーボックは非常に小さく手足のひょろ長い丸々とした妖精だと言われている。またバリーボックは沼地に住んでいるので常に泥や草木の残骸が体にまとわりついているそうだ。ちなみにバリーボックはあまり賢くない。 と一般的に言われているがこれはバリーボックが唸るばかりで喋ることができないからだそうだ人間の生贄大昔には世界中の至るところで海や川山などの自然の神や妖精精霊たちに人間の生贄を捧げる風習があった人間の生贄を捧げる目的はおおむね大作のため神や精霊たちの怒りを鎮めるためであったが バリーボックの伝承の伝わるイギリス北部のいくつかの沼地には実際に生贄にされた人間の遺体などが眠っているそうだ。一説によるとバリーボックは人間の生贄を取る代わりに沼地の恩恵を人間にもたらすと言われている。ちなみに私がネットで調べたところ一説によるとバリーボックは肉食で虫やカエルなどの卵を食べるらしいのでもしかしたら生贄にされた人間を食べるのかもしれない。